皆さん、こんばんは。大阪で生まれた女や堺、大阪の街を捨て。はい、萩原啓一です。よろしくお願いします。はい、皆さん、始まりました。氏家のり子の親父ギャグでブレイクタイム。イエーイ。今日はピンチヒッターの萩原啓一こと、スマイル先生こと、この頃ね、プロデューサーからね、海三郎って言われてます。こと、海野秀三郎です。どうぞよろしくお願いします。はい、いや、始まっちゃいましたね。はい、ねえ、ピンチヒッター、健一でいいですか？あ、いいです。嬉しいですね。今日ね、初対面だもんね。はい、ね、ありがとうございます。はい、それではゲスト様を紹介させていただきます。本日のゲスト、笑顔を引き出すほっこり講座、ミラクル、ミラクルさんっていうんだよね。ミラクルです。はい、前田久美子さんです。イエーイ。イエーイ。じゃあ松坂慶子さん、あ違う、前田久美子さん、一言ご挨拶お願いします。はい、はいはい、子育て中の、お母さんを、元気に笑顔にするほっこり講座を開いています。ミラクルと呼んでください。はい、前田久美子と申します。よろしくお願いします。すごいですね、前田さん。はい、ミラクルって呼んじゃっていいんですね。いいです。はい、じゃあミラクルちゃん。はい、ありがとうございます。今日は一番お話ししたいことは何かな。はい、そうですね、うん、いろいろ、ね、先ほど、ね、打ち合わせしたので、ね、はい、いろいろありすぎるっていうんですね。あります。はい、ですからその中でやっぱり一番の題名にもなってます、はい、笑顔を引き出すほっこり講座、はい、これについてちょっとお伺いできればなと思いますが、はいはい、よろしくお願いします。少しお待ちください。はい、すいません。はい、これ、はい、やっちゃっていいですか？僕がいいですよ、お持ちいたします。はい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。親父ですから何でもやっちゃいますから。はい、はい、すいません。はい、これで見えるかな。はい、あ、ちょっとこのぐらいですね。はい、じゃあ僕が持ってます。はい、どうも。はい、どうぞ。はい、こちらがですね、褒め合い講座という名前、タイトルがついてるんですけれども、まずですね、テーマが褒めるということになってます。お母さんって意外と誰からも褒められない、うん、そんな存在、ね、はいはいはい、世の中のお母さん全てに共通すると思うんですけれども、なかなかこう褒めてもらえる機会がないですよね。どうですか？私はね、まあ、全然主人というかね、男側でも褒められたことないよね。はい、ないよね。お父さんも褒められたいって、子供ばっかね、褒めちゃうんだよね。そうそう、どうしてもね。はい、なので、うん、まあ、お母さん自身が、はい、笑顔になるために、うん、お母さんが自分自身を褒める、うん、自分自身を褒めちゃう、はい、おお、褒めろって言ったらこう歓声がすごいね今ね。ね、褒めろ褒めろ、イエーイって、ね、申し込みの電話が、はい、そう、申し込みの電話ですね。はい、ね、もうこの番組見てるよって。早いです。そうそう、早いです。久美子ちゃんって言ってね。今出てますから代わりに。はい、で、まあ、お母さん自身が自分のことを、はい、褒めるというか、はい、まず認める、うん、私って頑張ってるわっていう、こうねぎらいのような、そんな言葉を、かけていく。で、その方法をですね、勉強する講座なんです。はー、これは子育てのママさんがみんな集結して、まあ別にでもお母さんじゃなくても、うん、どなたでも、うん、本当におじいちゃんおばあちゃんでもいいですし、お子さんも、うんうんうん、もちろんこれから社会に、うん、出ようとしている学生さんでもいいですし、はい、社会人の方も、うん、叱られることよりも褒められる回数の方が少ない方が多いと思うんですね。うんうん、なのでやっぱりどうしてもこう気持ちがどん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 落ちてしまう、うん、そうするとやる気もなかなかね出てこないっていうのが普通だと思うので、うん、はい、それを人に褒めてもらうんじゃなくって、うん、自分で自分を上げていく、うん、あ、自分で自分を、そうなんですよ、だから簡単なんです。はい、じゃあ私久美子頑張ったね今日久美ちゃん。そうそうそう、そういう感じ。そんな感じです。はあ、なので、話すとちょっと長くなってしまうんですけども、うん、直していいよ、全然OK。全然OK。もう講座になっちゃいますので、ね、はい、そんな講座をやっているので、うん、はい、で、そうするとお母さん自身にこうゆとりが出てきますよね、うんうん、はいはい、幸せな気持ちになるので、でそれがお子さんにつながる、うんうん、でお子さんにそういったものがつながっていくと、うんうん、元気に生き生きと、うんうん、
子供たちが。お母さん見本だもんね。そうですそうです、ね、はい、お母さん自身が自分がね、こうなんか変ないい意味のプライドを持ってね、うん、私は頑張ってるんだよってね、はい、ね、あのそれ必要ですよね。そうなんですよ、ね、はい、その講座の講師されてるんですか。はい、あ、そうなんです。あらま、はい、その講座ってもうどのぐらいされてるんですか。いや、それがですね、うん、実は、うん、あの去年その、うん、講師の勉強をしまして、うん、勉強した去年、はい、去年の8月にしたんですけども、はい、8月にした、はい、やっぱりこうなかなかこう、うん、人様にそれをね、うん、あの、うん、教えるっていうか、うん、あのそういう講座を開くっていうのが、うん、こう勇気がなかなか出なかったんです。なるほど、うじうじだね、ちょっとね、自信がないのかな、うじ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 ですよ、はい、藤井さん、はい、松田恵子さん、はい、そうなんです、はい、なかなかこうやっぱ勇気ってものが必要なので、はい、 そうだね、あのそれでちょっとこう躊躇してたっていうか、うん、そんな感じで。8月間どのぐらいの準備してて、はい、いつした。準備が長かったんですね。どのぐらいなの。もうたくさん、ね、1年じゃないでしょうね。いやいや、もう近いですね。はっ、はい、やっぱ人間そんなもんですよね、うん、勉強したよ、講座開きたいよ、うん、じゃ準備期間は半年ですか。いや、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっといった、もうちょっとです。それ足りないのは何。笑顔、そう、勇気、そう、そう、そう、両方です。なるほどね、はい、やっちゃえばいいんですよ。あの、やっちゃえばね、やっちゃえばね、やっちゃえばね、ですよね。ね、見学者の方もみんな勇気を持ってあの画面出てますから、はい、もう出ちゃえばいいんですよ、もう本当に。出ちゃえばいい、はい、やったもんが。もうこれでも講座も何回でも開けちゃいますよ。そうですよね。ね、ぜひぜひ。本当にそんな感じで。いいですね。あの、題名がいいじゃないですか。笑顔を引き出すほっこり講座。そうですね。ほっこり。ほっこり、こうなんていうのかな。気持ちがこう温泉に入ったような感じ、あ、うん、ぷかぷかね、気持ちいい感じになるじゃないですか。いいお湯だよね。実はその褒め合い講座が終わった時にはもう本当、うん、まさに温泉に入った後のほっかほかの、うん、そういうこう感覚ですかね、そんな感じになるんです。あ、すごいね、はい、温泉好きですか。好きですね、私も。一緒に温泉大好き。大好きです。ほっこりするんだね、そこでね。そうそうで、ね、体もね、ほかほかになってね。はい、そうです、ね、そうです。はい、で、お母さん自分自身褒めるってことだよね。はい、うん、そうなんですよね。はい、で、講座をね、あの、僕なんかも講座をすることあるんですが、はい、講座ってやっぱね、勇気だと思うんですよ。そうですよね。そう。で、自分の特技のことをね、話しされると一番いいでしょうし、で、もし話すことがなければ、はい、なんで講座をやってみようかな、受講したんだろうなって、そこに初めから話したら一番いいですよ。そうですよね、やっぱ原点に。皆さん、あの、前田久美子さんのね、はい、経歴っていうかね、はい、そういったことを知りたいから、はい、あ、久美ちゃんってああいうふうに頑張ってミラクルになったんだってね。ミラクルになっちゃいました、ね、そう、そのミラクルの、はい、まだまだ聞きたいことがたくさんあるんですが、ミラクルさんのミラクルキッズ教室って僕ちょっと目に入ったんですが、はい、何をされてるんですか、このミラクルキッズ教室って。まあ、その褒め合いももちろん、うん、はい、あのその一つにありまして、はい、あの大人用の褒め合い講座と、はい、あの大人同士でね、先ほど言った、はい、そうなんです、はい、で褒め合いキッズっていうのも、はいはい、あります、まあ、ちょっと内容が変わってくるんですけれども、やっぱり子どもたちも、うん、あの夢とか希望とか、うん、あの未来に、うん、希望を持ってこう頑張れるような、うん、そういう、こう講座があるんですよね、うん、はい、その講座ね、はい、パッて見るだけでも、じゃん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 ってあるね。じゃんじゃんじゃんあります。はい。じゃん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 ってね、はい。揃えております。すごいですね。それを一つずつ紹介していただきます、はい、はい。ありがとうございます。はい、実はですね、褒め合い。はい、皆さんお待ちくださいね。こちらがですね。はい、こちらですね。はい、すいません。持たせていただきます。はい。はい、実はあの褒め合いとほぼ同時にこちらの勉強をしました。はあ、い。質問メンタルトレーニング。何の勉強これ。はい。名前の通りですね、メンタルっていう文字が入ってるので、はい、心を鍛えるっていう意味も、はい、もちろんあるんですけれども、いや、3回全員できました。皆さん、うちの今ご覧になってる方、心を鍛えてやってください。はい、で、私、部活の指導をしてるんですね。ほう、部活。はい。中学生の、はい、中学生、はい、はい、中学生ね、はい。ソフトテニス部の、あの指導をしてるんですけれども、やっぱりこう上手になっていって。うんうん、あの勝てるか勝てないかっていう、うん、その相手との同じぐらいの技術の時に、うん、やっぱりメンタルが、はい、大阪と一緒ですね、先生ね、そうです、そうです、大阪選手と一緒ですね、うん、今回のねメンタルって言ってましたよね、はい、でそれって、うん、あの突然ね、うん、魔法のようにかかるわけではないので、うん、そこでミラクルが必要だね、そうなんです、うん、ふみちゃんが必要だねで、うん、あの質問メンタルトレーニングの、うん、その講座も、はい、そういった内容が、はあ、うん、
ワークの中に盛りだくさんに含まれていて、うん、でそれはあの選手とかあの子どもたちだけではなくて、うん、お子さんたちをあの応援したい保護者の皆さんとか、うん、あとあの、まあ、一般の方でも、うん、ここに書いてあるんですけれどもね、うん、あ、書いてないですねすみませんあのこのタイトルがあのなりたいなりたい自分になる質問メンタルトレーニングってあるんですよ。なりたい自分になるね、はい、で私そのタイトルを見た時に、うんうん、ってもう本当になりたい自分になる、はい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 、なりたい自分になりたいって意識したことがなかったんですよ、ね、はい、あ、なっていいのみたいな感じで、そのなりたい自分が何かっていうのが意外とみんな分かってない。うそうだね、そうなんですよ、うん、僕一番思うのは若返りたいなっていうし、うん、ちょっとずれちゃうんだけど、ね、いやいやいいと思います、うん、そっちの方行っちゃいますね。いやいやいいんですそれで、うん、来年還暦かなんて思うとね、いや、うん、そうするとそのために何をしたらいいかっていうことを考えていくための講座なんですよ、うんうん、なるほど、それはちょっとあのね、じゃあ僕も行けちゃうんだ。行けちゃいます。はあ、じゃあ僕も質問メンタルトレーニングっていうのをね、はい、入校できちゃうってことですね。ぜひぜひお願いします。子供何歳から大丈夫ですか。これはですね、あ、そう、質問の方はですね、うん、ちょっとワークがあるので、うん、あの一応小学校4年生ぐらいから、ね、はい、はい、あの、はい、受けることは可能なので、60歳過ぎでも大丈夫。もちろんでございます。ありがとうございます。はい、ね、嬉しいです。そういう講座があると。はいはい、僕も生き生きします、はいはい、ぜひぜひ、はい、まだまだあるみたいですね。大丈夫ですかまだ、はい、はい、ミラクルキッズ教室 ありがとうございます、はい、皆さん待ちくださいね、少しお待ちくださいね。何でしたっけ次、はい、まあ、笑顔でごまかしております、次はですね、はい、これですか、はい、キットパス、あ、キットパス、アンデコール、あ、アンデコールロゼットさん、はい、ロゼットさんがですね、はいはい、こちらの、はい、こちらの、あ、そうなんですよ、身につけてるもの、はい、皆さん見ていただいて、はい、湯原さんダメだ、川崎美ちゃん、ありがとうございますあのこれあの自分で作った、素敵ですね、袋、はい、袋、あの服を運ぶように、はい、服が来るね、来たるね、いいですよね、はい、ということで、まあ、今回袋にしたんですけれども、はいはいはい、これも自由に自分でオリジナルで作れるんですよ、はいはい、これがあれですね、はい、ちょっとどもったらすみません、アンデイコールロゼットって言うんですねそうですは、はい、素敵ですね。これ色なんかも変えられるんですか。あ、もちろんです、このリボンもそうですし、です、ね、真ん中のこの、はい、うん、くるみボタンですね、はいはい、これもあの、はい、本当に好きな布で作ることができます。あ、じゃあ自分で、まあ、裁縫じゃないけど、はい、こう作ることができるということで、はい、でもところがですね、うん、針とか糸使わないんですよ、うん、一切針と糸使わなかったら魚で例えると魚釣れないよ、はい、そんな感じですね、あのロゼット釣れるので大丈夫。ロゼットは釣れちゃうんだその秘密を教えてください。まあ、それは講座の方で、あ、はい、ミラクルミラクル起こらなかったね今ね、はい、うまいですね、ちょっとなんか今引き込まれそうでしたけど、はい、今なんで魚食べてたか知ってます。え、なんですか。今日魚の日なんですよ。え、今日、はい、ですか。とあと牛タンの日と2つで、はい、ヤギの方はね、ヤギの方ばかりですけどね、今日魚の日ですからね、魚の日ですからね、あの夕食は皆さんね、お魚を食べていただいて、あと牛タンの日でもありますので、ね、はい、お肉と魚と両方、そうそう、はい、いいですね。ですから、まあ、これをね、針と糸を使わない。そうなんです。いや、楽しみだな、ね、種類選べるんだよね、この中とリボンとね。はい、選べます。で、こういうあの、うん、ここの。これ動物に限ってるんですか。え、そんなことないです。もっと。あの例えば、うん、バレエやってるお子さんだったら、ここにバレリーナの、いいね、かわいいのとか、あと音楽やってるお子さんだったら音楽とか、はい、すごくかわいくできますので、すごいです、はい、あとオリジナルでこう書くことはできるんですか。もう布を選ばないといけない。布に、うん、あの印刷したものを使うこともできます、はい、あ、例えばおやりですから、こう魚菓子、ね、いいですね、ね、はい、魚菓子を作っていただいて、はい、ね、あの魚センターとか、ね、いいですね、いろいろありますもんね。ここでと魚のマークがあったりとかね。そうですね、かわいいよね。いいですよね。どうしても針と糸をつかないというか、ちょっと気になってます、ちょっと気になりますよね、はい、ですからアンデコールこれいいですね、アンデコールロゼット、はい、これフルネームで言わないとね、はい、間違いなんですね。そうなんです、アンデコールだけじゃダメなんですね。ダメです、ダメです、アンデコールロゼットはい、それでワンセットってことで言えましたね、はい、これをあのミラクルキッズ講座の中に含まれているよっていうことですね、はい、まだまだ講座ありますね、はい、いいですか、僕のから示しちゃって。全然いいです。キッキットパスアート、はい、あ、ちょうどタイミングですか、はいはいはい、このキットパスアート、はい、これが、はい、あの魔法のチョークなんです。
で中身が、はい、中身がこんな感じ。宇治家さんの、宇治家さんね、いつもね。あ、いいですね。今日これでやりましょう。これでやりましょう。やりましょう。はいはい。宇治家さん見てますか？これでやります。来週からクレヨンでお願いします。ダラダラダラね。ダラダラダラやりますね。でこれがですね、はい、あの実は魔法のチョークで、はい、普通の、あ、いいよ、私が持ってますよ。あ、すみません、はい、これクレヨンのように見えますよね。見えますね。一瞬クレヨンのように見えるんですけれども、はいはい、クレヨンではないんです。水性のチョークなんです。それをクレヨン。親父ギャグ一応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 はい、はい、そうなんです、はい、でこれ、はい、テレビでも紹介された。あ、はい、そうですよ。実はテレビ紹介された。はい、あの去年の日本、うん、あ、すみません、24時間テレビでも紹介されましたし、あと某テレビですいません、はい、いや今日すごいじゃないですか。メジャーのやじテレビで紹介してるから。すごいですよ、みんな見てる人が。で、はい、まあ、他の番組でも紹介された日本理化学工業っていう会社の、はい、チョークの製品なんですね。はい、はい、皆さん、はい、見てください。俺にクレヨンクレヨンって顔してますけど、ね。はい、赤は湯原さんだね、今日はね。イメージが、はい、これ5月に行った。行った、ありがとうございます。ありがとうございます。子供と一緒に。 ありがとうございます。あの水道局さんのところで、はい、ありがとうございました。あの時々そういうイベントも、はい、嬉しいですね。はい、嬉しいです。ね、あの人がユッパさんって言います。ユッパさん、はい、ありがとうございます、ね。子供って何人いました？子供ユッパさんの。あ、何人言っちゃっていいよ。え、お会いしてないですね、その時は。お会いしてない、まあ、今日は初対面なんですよ、はいはい、僕は会ってます。会ってます。本当ですか？ユッパさん子供一人二人一人しかいないんですけど。ああ、そうなんですね。ちょっとすみません、ギャグを言ってしまったんですけど。二人しかいないったら怖い。すみません。ちょっと宇治家さん並みにちょっとボケてみたんですけど。すみません。はい、すみません。すみません。なんかテンパって、すみません。はい。じゃあそのキットパスアートのクレヨンを使った作品ってあるんですか？はい、作品がですね、今日は持ってきてないんですけれども。どうぞ。どうしよう。これ出した方がいいのかな、じゃあ。まあね、どれでもいいよ。はい。これ行っちゃう、それ。それ秘密兵器じゃん。これ後にしましょう。あと7分で。少し持ちなさいね。はい。じゃあ、はい、次はこれ。それ僕知ってる。はい。学研。やりたいと思います。はい。はい。行っちゃった。これを説明してください。はい。すごいね。一体何だろうと。はい。一体何だろう。いう感じなんですけれども、実は私あの学研教室を。やっております。で、外見には見習わない外見ですね。本当ですか？外見ですね。あ、外見にはね、ねえ、外見にはね。じゃあこれで、はい、クレヨンです。はい、はい、どうぞ。そう、大変だ。大丈夫ですか？あ、そう、汗かいてます。はい、美味しいですから、はい。で、それでですね、はい、今ちょうどあの幼児さん、幼児さん、幼児さんが、はい、あのちょうど小学校に入る前ということで、はい、入学準備とかね、あの考えてる、あの保護者の皆さんもいらっしゃると思うので、あの、まあ、こういったあの入学準備学習っていうのがあるので、はいはいはい、そちらがとてもお得なんです。はあ、はい、これはあのいつからやるんですか？これはもう10月から。あ、10月から、ね、はい、あの来月から、あの、はい、申し込み自体は受け付けているので、うん、はい、お近くのあのお住まいの、はい、あの近所にあると思うんですね、学研。これお問い合わせは どちらですか？はい、こちらの、はい、あのフリーダイヤルでもいいですし。あ、フリーダイヤルですね。はい、あと学研教室の検索が、はい、あの、はい、ありますので、はい、そちらで住所とか入れていただけると、はい、出てきます。これはあの場所っていうか、まあ、学研さんの教室ですから、はい、身近ですと八重洲だとどこでしょう？八重洲もですね、うん、本当に教室がたくさんありすぎて、はい、あの全部ご紹介できないので、はい、なるほど、はい、いい先生がいっぱいいらっしゃるので。じゃあもうこの入学準備学習受付中にこうお問い合わせをしていただければ、はいはい、すぐに入校できるよと。そうですね、あの、はい、で、あのこの後もし、はい、あのご入会とかって感じになった時には、はい、あの入会金がなんと無料なんです。はい、おそれいつまで？いや、初めの初回。そうです、あの入る時にかかる入会金というのが、うん、あの11月の16日のご入会までですと、はい、もう一切かからない、無料で入れます。すごいですね、はい、いいですね、はい、はい、これがですね、この機会にですね、はいはい、入学準備学習ということですね、はい、わ、はい、かりました。久美ちゃん、ミラクルさん、はい、時間をミラクルにすることはできないんですが、はい、あと5分になってきちゃった、はい、たくさんあるって言ったよね、はい、
よし、そろそろまとめて5分間でいきましょう。はい、はい、じゃあお願いします。僕も一番聞きたいのは宇治江さん、ダラ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 、いや、焼津テレビ見たよ、焼津テレビ見たよで得点がありますっていうね、宇治さんよくやられてますけど何かありますか。はい、用意してきました。はい、用意してきましたが、宇治さん一応言っておきました。はい、はい、じゃあ、はい、焼津テレビ見たよですね。はい、はい、こんな感じです。じゃじゃじゃん、何でしょうこれは。今回はですね、ママ、うん、まあ、お母さんを元気にしようっていう、はい、そういうほっこりした、ね、はい、講座をお届けしたいと思います、はい、で、随時リクエストがあれば開催はいたしますので、開催ね、今ですね、お一人様、はい、2000円で、はい、講座を、はい、開いておりますが、うん、はい、年内ですね、いっぱいまで、はい、なんとペアで2000円で、おで、はい、普通お一人様2000円のところを、はい、もう一人増えて、はいはい、足し算できなくていいんですね2000円一人増えてもポッキリ2000円、はい、あ、いいですね、ペアでね、はい、いいです、安いですね。いや、なにこれ、はい、今何、普通日本語だと円って書くけど、これ、はい、円って何、これこれ間違ってない、テストだと間違えちゃうんですけどね。ああ、なんか宇治江さんみたいだよ、宇治江さんがわざと円って、ね、わざとね、はい、一応ご縁の縁ってことで、わあ、すごいですね、ご縁をつなげればと思いまして、ね、やっぱ笑顔がね、はい、笑顔が縁になればいいですよ ね、 すね。これはどうすればいいんですか、まあ、このお問い合わせは、はい、うん、お問い合わせはですね、問い合わせは別にありますか。あります、あります、はい、じゃあ、はい、じゃじゃじゃん、はい、ミラクルさん、はい、あ、これ何、これ、メールです。メールね、はい、はいはい、あ、でもフェイスブックから、はい、フェイスブックですと前田さんは、とか、はい、お問い合わせとか、はい、はい、していただいても。前田さんとあれですね、縁があるのはこう笑顔を題材にした、はい、僕スマイルでしょ。そうですよね、で名前がね、はい、海があるんですよ。 そうなんですよ、さっきなんかね、今日縁があるんだなと思って、はい、海つながりで、そうで、私旧姓飯田っていうもんで、田んぼの田があるもんですからね。ねえ、嬉しいね。私旧姓は川なんですよ。川、はい、水で、川と海か。じゃあ今日魚の日だから、鮎が美味しいかな。そうですね、鮎が美味しいかな。あと鈴木かな。ね、カレーにある魚ね。はい、あ、それ話は違うんですね。はい、ずれましたけど、でも、はい、はい、じゃあ前田さんの久美子ちゃんのところのフェイスブックでもお問い合わせが大丈夫ですし、はい、またはメールの番号を、はい、ね、打っていただいて、はい、送っていただければというふうな形ですね、はいはい、すごいですね、もう一回得点言ってください、はいはい、ママは元気、はい、褒め合い、はい、お一人様2000円ペアで2000円で、すごいですね、お受けします、ありがとうございます、はい、焼津テレビ見たよ、こういう言い方だよね、うちさんでね、そうですね、焼津テレビ見たよ見たよ、かわいく、見たよになります。はい、すいません、最後のデデ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 デ、僕はですね、今日はですね、はい、申し訳ないですけど、はい、色を選ばせていただきます。ぜひお願いします。あ、これ出てこない僕は今日初対面でして、ほんの20分前にお会いしたばかりですのでもう本当にピンクに感じてます。ですからすごいね、出会い嬉しいな、こうなんかハッピーな出会い、逆に僕の方からお礼を言いたいなというふうに思いますし、僕も宇治さんにね、はい、変わって親父キャンプできるかなと思ったんだけど、もともと親父だから大丈夫かなと思ってね、バッチリでしたよ。バッチリ、ありがとうございます。じゃあ次回も焼津テレビに出ていただけるでしょうか、はい、あ、いいんですか、ありがとうございます、ね、嬉しいですね、宇治、はい、さんまた出たいってよって、ありがとうございます、ね、はい、お元気になってください、はいはい、で、あと最後、僕 の、 パーソナリティよく聞くんですが、パーソナリティが宇治さんと私と選ぶとすれば、うん、次回はどちらを、じゃあ3人で、ああ、うまいですね、もう嬉しいですね、はい、前田さん、もうね、時間がね、もうちょうどあと30秒ぐらいになってきました。前田久美子さん、はい、最後にですね、はい、言いそびれたこともしあれば、こちらのカメラに向かって、ですか、ね、大丈夫大丈夫、まあ、全然、はい、はい、じゃあ最後にですね、お母さんたちを笑顔に、するほっこり講座、ぜひお待ちしてますので、はい、ご連絡お待ちしてます。はい、ありがとうございます。本日のゲストは、本日のゲストは笑顔を引き出す、はい、笑顔を引き出す、ほっこり、はい、ほっこり講座の、はい、講座のミラクルミラクル、はい、増田久美子ちゃん、イエッ、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
急遽萩原健一が司会をしましたけども、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、次の番組のご紹介です。18時、わははははは、笑いヨガ講師つかちゃん、もう癒しタイム、いいですね。もう笑顔が大好きなつかちゃんですので、また笑顔を来ましたよ今度。あ、本当ですか。はい、笑いヨガ講師つかちゃんの癒しタイム、ゲスト牧之原グリーンティーカップ2018実行委員長、大石健一様、イエーイ、はい、ありがとうございました。